慰安所とは、急に本軍が公認した売春宿のこと。戦時中、炭鉱や鉱山に設置された遊郭や、日本以外の軍用売春宿についても用いられる。慰安所という言葉は、例えば、1924年に、当時の衆議院議長が、国立公園について、数百万の市民の慰安所として、などと述べたように、本来は、憩いの場あるいは、慰安する場という意味であり、 各国の軍隊同様、日本軍にも食堂、遊戯場、劇場など商兵に慰安を供するための慰安施設があった。こうした日本軍の慰安施設の一つとして、上海事変の頃から公認の軍用売春宿が置かれるようになった。一般的にこの日本軍公認の売春宿を慰安所という、日中戦争から太平洋戦争にかけ、 炭鉱や鉱山で働く朝鮮人労務者や中国人労務者のために企業が設置した遊郭を慰安所と呼ぶこともある。最近では日本以外の近代国家の軍隊が公認はあるいは黙認した軍用売春宿も慰安所と呼ばれることがある。ただし日本以外では単に売春宿と呼ぶか独自の俗称で呼ばれており慰安所とは あくまでも日本独自の呼び方である。日本軍の流れを組む韓国軍では、慰安所や慰安婦の故障も受け継がれていた。日本軍においても、慰安所という呼び名は、統一された公式のものではなく、実際には様々な名称で呼ばれていた。第二次大戦後の日本で、米軍を中心とした新中軍のために設置されたバイシュニに宿も、慰安所と呼ばれる。慰安所の入り口。 聖戦対象の有志大歓迎、身も心も捧ぐ山となでこのサーブイスと書かれている。上海の日本軍慰安所であった建物日本政府によれば、慰安所の開設は、軍の要請により、軍人の住民に対する不法行為、性病の防止、防御用の必要性などから設置された。軍事視野の藤田正夫によれば、軍が直接慰安所を設置するケースは稀で、 舞台出入りの御用商人に依頼して開設することがほとんどだったという。あるいは現地にあった遊興施設を軍が借り上げ、軍の指導の下で指定業者が経営した。日本軍に、いわゆる、慰安所が初めて設置されたのは1932年の上海事変の時だったとされる。最初に海軍が設置し、陸軍でもこれに習い。 上海派遣軍参謀副長の岡村康二が長崎県から女性及び慰安所を開設した。慰安所は日本軍の守保の延長として存在した。1937年に改定された野戦守保規定に必要なる慰安施設、おなすことを読くという下りがあり、これが慰安所設置の法令根拠とされる。シンガポールの初代首相となったリークアンユーは、 シンガポールを占領した日本軍が西洋人の邸宅の空き家を利用して慰安所を開設したのを目撃している。塀の外には100人から200人の兵隊が列を作って順番を待っており、日本人と朝鮮人の女性が兵士にサービスするために従軍してきたと聞いたという。リーは日本軍がこのような問題に対して実用的かつ現実的な処理の仕方をすると思ったという。 戦地では、指定業者以外の売春宿や、首相の利用は、防具用と衛生面の検知から現金とされた。慰安婦の募集は、多くが民間業者によって行われ、軍はそれらの取締りや衛生等の管理に直接、間接的に関与したと考えられている。将兵は軍政に、部隊責任者が届け出た日に時間を割り当てられ、軍兵担部を通じて軍政から支給された、花券で利用した。 日清、日露戦争を通じて軍拡が進む中、軍港や兵営と遊郭は不可分な関係だった。軍隊を誘致すれば、インフラや地域経済の活性化が期待でき、日本各地で、士団や不評連帯の誘致合戦が繰り広げられた。同時に、長期や税収を狙い、軍隊を当て込んだ交渉設置運動が展開された。戦時中の軍港の街、 クレを舞台にした河野文雄の漫画、この世界の片隅ににもクレの遊郭が登場する。日本には1930年代に戦地に登場する慰安所とは異なるが、実態としてはそれに近いものが、それ以前から存在していた。こうした遊郭は、軍隊ではなく、警察の監督下にあった。日本統治下の朝鮮半島にも、軍隊を得意客とする遊郭があり、その一部は、 第二次大戦後、米軍の基地村となった。戦時中は、こうして国内の遊郭の関係者が、慰安所の経営者などとして戦地へ赴いた。国内の売春宿が戦地に支店を出すケースもあった。1932年に初めて作られた陸軍公認の売春施設の名称は、軍語楽所だった。慰安所の他に、軍人クラブという呼び方もあった。 外務省の公伝などには、軍慰安書と書かれているものもある。特殊慰安書や特殊慰安施設と記載されている資料もある。障子会社の観光支店に勤務していた小野田博士郎は、1939年に観光の日閣で、観光特殊慰安書という看板を掲げた慰安書を目撃している。軍人には、ピーアとも呼ばれた。ピーは、英語のプロスティチュートの略、あるいは、 中国語でジョインを表す言葉などと言われている。当時のヤンショの管理人の日記を分析した採用式によれば、関係者の間の会話では、レイレーローやレイレイクラブなどという固有名が主に使われていたという。設置地域は、沖縄、中国、フィリピン、インドネシア、マライアタイビル、マニューギニア、香港、マカオ、普通インドシナ。中国、上海師範大学。 中国慰安婦問題研究中心所長の祖、里藤史料は2005年6月に、上海日軍慰安所実録を刊行し、上海市内には慰安所が149カ所あり、最初に、対一左流が設置されたとしている。ビルママンダレー旧日本軍には、ビルママレーイ,インドシナフィリピオセアニアなど様々な方面軍があり、最終配置としては、南方八方面が知られ、 1938年5月26日付の、中部ビルマのマンダレー中トンチ慰安所規定によれば、慰安婦の多室に際しては、経営者の承認ある、多室症を傾向せしむるものとすとあり、料金時間は可変30分。他に、慰安所における、軍人軍属など使用者の守るべき、注意事項として、過度の飲酒者は有供せざること、従業員に対し粗暴の振る舞いをなさざること、 サックを必ず使用し確実に戦場を行い性病予防を完全ならしむること。違反者はヤンショの使用停止のみならず、解放に乗せられ、その部隊の使用停止につながりうるという規定が存在した。吉見義明は日本軍のヤンショを以下の1から4のタイプに分類している。畑久彦,彦は吉見の分類をほぼ妥当とした上で、これに5のタイプを付け加えた。吉見によれば、 一と二が、純粋の慰安所である。軍直への慰安所軍が監督、統制する、軍専用の慰安所一定機関軍が兵員用に、指定した民間の売春宿純粋に民間の売春宿料理や、カフェ、バーなど売春を兼業した、施設陸軍の慰安所には、部隊と共に行動する、部隊専属型と、駐屯地で営業する遊郭型の二種類があった。慰安所の設置が認められていない。 小部隊に慰安婦が巡回して営業するというシステムを取った地域もあった。こうした事情もあり、例外ながら末端の部隊が勝手に作った慰安所も存在した。サンフランシスコ州立大学のサラソーは戦争末期のフィリピンの最前線で兵士らが独自に設置したこうした慰安所は軍の規定にも沿っておらず、日本人や朝鮮人がマニラで経営していた。 慰安所とは別物だったと述べている。こうした無許可の慰安所は、拉致や合姦と無縁ではなかったとされる。慰安所の多くは、受け負い契約の形で、民間人が経営し、軍がこれを管理した。軍直営の慰安所もあったが、ハタ彦は、直営は、過渡的存在で1938年中にほぼ、姿を消したとしている。林博士は、 太平洋諸島の小さな島や町では、中東部隊が地元民を採用して直営するケースも多々あったとしている。ソウル大学の安平寺加盟誉教授は、経営者の半数は朝鮮人だったとしている。朝鮮人は台湾人とともに当時の法人の一部を構成しており、朝鮮人の他に台湾人の経営者もいた。経営者は法人に限るとする。 内部規定も残されているが、日中が戦争中であったにもかかわらず、中国人が経営する慰安所も存在した。フィリピンやインドネシアにも、現地人が経営する慰安所が存在した。産経新聞史上の証言として、軍の経理を担当した当時、日本人や中国、朝鮮人の売春業者から、兵隊相手の売春宿をやりたいと申し入れが、相次ぎ許可した。これが、 慰安所の始まり、それまで上層部から設置を指示されたことはなかったというものがある慰安所の経営権は民間で売買が可能で慰安所経営者の組合があった。組合慰安所には組合があり、組合事務所があった。選挙で選ばれた役員のもとで防空当番や上階など様々な組合活動が行われていた。観光では 内地人の組合長と朝鮮人の副組合長を中心に組合が結成され、軍は組合を通じて養所を監督した。観光の組合事務所には診療所や病室が併設されていた。シンガポールでは養父も一人2円の組合費を納めていた。放日する管理人の日記の著者は担当の憲兵が転勤の際、組合事務所に挨拶に訪れたと記している。 慰安所管理人の日記ビルマやシンガポールで日本軍の慰安所の管理人を務めた朝鮮人が残した日記。2000年頃、韓国の古書店で発見され、2013年に安平寺ソウル大学名誉教授らによって一般に公開された。朝鮮人は当時、日本軍の占領地で食堂や写真館、声優工場などとともに慰安所を経営しており、採用式は、 こうした人々にとって慰安所経営は事業であり、戦地における数ある職種の一つに過ぎなかったと述べている。慰安所の設営などの業務に携わった第15軍司令部管理部将校の証言によれば、慰安所は軍の系列下にあったわけではなく、家屋や食料、日用品などを軍から支給される代わりに軍に協力したもので、軍は監督や管理はしても、慰安所に対する 命令権はなかった。軍と経営者の間には契約があり、軍の規定に反した場合は契約を解除されることになっていた。採用式は、軍と慰安所の関係を指定関係あるいは得意先の関係とみて、軍の規定から地方団体等の特使により解説したる軍人慰安施設を言うというのが慰安所の実態だろうとした。しかし、 軍に命令権はなくとも、慰安所の経営者は、軍の意向には逆らいづらく、移転命令とそれに反対する、慰安婦との間で板挟みになることもあった。憲兵として、福建省の復讐にいた、鈴木拓志郎は、同市に駐留していた台湾師団が、直属の慰安所として援助していた、慰安所に、師団と共に移動することを断られたエピソードを、記している。 師団が将来台湾に戻ることを予想した業者が戦地に止まるために一件残らず軍の誘いを断ったという。そのために同師団は住民に対する事故が起こることを心配し、改めて慰安所を設置するために奔走せざるを得なくなった。占領地に慰安所を設置する場合は部隊長が決定し、副官が主刑将校などに指示してこれを行わせた。 現地軍司令部の管理部や広報参謀、兵団の慰安係、師団や連隊などの副官や主計将校、憲兵隊などが慰安所を監督した。慰安係観光兵団司令部で慰安係長を務めた山田聖基地によると慰安係の仕事は、料亭や食堂、慰安所の管理と演芸や映画、慰問団の取り扱いに分かれていた。山田は司令官から、 慰安係の仕事のうちで一番厄介なのは特殊慰安所の監督指導だと説明されたと書き残している。第15軍の司令部では管理部の将校が慰安所の管理、監督を担当していた。軍医軍医が慰安婦の性病検査を行い、検査に合格しなければ慰安婦の営業は認められなかった。将兵にコンドームを使用させるなど慰安婦と将兵の 公衆衛生面の管理も軍医がこれに当たった観光兵団司令部で軍医として慰安婦や業者らと交流する機会のあった長沢健一は戦後その体験を観光慰安所にまとめて出版した。軍医として中国に従軍した麻生哲夫も慰安婦や慰安所に関する写真等の資料を残した。警備、憲兵隊慰安所の警備は軍が行った。 中国厚生省南省の慰安所は連帯本部の守備陣地の一隅に鉄条網で囲まれて営業しており、小野田博士郎は軍機の維持とゲリラの奇襲攻撃を警戒するため保障を引率し慰安所の内部まで巡察して利用者数の記録を確認したと語っている。憲兵隊が慰安所を管理、監督した地域もある。父春に近い白木子では、 憲兵隊の慰安婦係が慰安社内を見回ったり慰安婦の検診に立ち会ったほか、新しい慰安婦が来ると老手に慰安婦の名前、本籍、本名、生年月日、両親の氏名を書類にして提出させたと担当者が後に語っている。憲兵は兵士の暴力や軽蔑から慰安婦を守る役割も果たした。経営に関する統制、吉見義明は民営であっても、 軍は慰安所の経営に監視厳しく監督、統制したとしている。業者は、安婦との契約内容について、軍、軍政の認可を受けねばならず、業者と慰安婦の売上高の配分費も軍が決定した。こうして決められた条件は、内地の遊郭に比べ慰安婦側にやや有利だったと、畑区彦は述べている。中国の広東省に駐留していた部隊では、月報の形で営業を主に、 営業日の収入、慰安婦の収入、慰安婦の商売日数等を報告させていた。シンガポールやマレー半島でも、業者は営業収入等の情報を軍政に報告することを義務付けられていた。長沢健一は、前任の兵団司令部の軍医が、業者が慰安婦を搾取する構造を是正するために、様々なルール作りを行ったことを記している。 朝鮮人業者の中には証文などの類が一切ない例もあり、女性たちも自分たちが悪条件の下に置かれていることを自覚していなかったという。山田誠吉も長沢から聞いた話として、初代の兵団司令官の下で副官やヤン係長らが業者によって奴隷状態に置かれていた朝鮮人慰安ンフラを内地人同様に借金制度に切り替えたと書いている。 陸軍経理学校では慰安所の経営についても講義があったと言われ、陸軍経理学校を卒業した地下内のぶたは、長弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、それからむしろをくぐってから出てくるまでの持ち時間が、将校は何分、可視間は何分といったことまで決めなければいけない。こんなことを規定しているのが、 いいや設置要項というんで、これも、経理学校で教わった。と述べている。便宜の教諭日本政府は、日本人女性の海外遠征買収を、日本の対面を汚すものとして、新規の海外への渡航を認めない方針だったが、慰安婦については、軍が身分を保障し、渡航を容認した。慰安所関係者は、日中戦争の際は、鉄道と民間航路が利用したが、 太平洋戦争では、それが難しく、関係者は、軍の船舶司令部に頼むなどして、軍の統制下にある船に便乗した。軍が、業者のために建物を提供するのは、一般的だった。そのために、軍は建物を節取りしたり、新たに建設した。工事には、兵士が当たった。慰安婦の帰国のための船便も軍が用意したが、米軍の攻撃が激しくなると、 帰国できなくなる女性も少なくなかった。吉見義明は業者が慰安婦に払う前借金を軍が肩代わりしたケースも少なくないと推測している。慰安所に関する規則は軍が制定した。慰安所の管理、運営方針を規定した現地軍の公文書のうち以下の3つは原文が残されている。マレー軍政官の慰安施設及び旅館営業取り締まり規定マニラ。 兵団司令部の在マニラ認可飲食店、慰安所規則マンダレー駐屯地司令部の駐屯地慰安所規定この他にも各部隊が定めた慰安所の利用規定が残されている。マンダレーの慰安所規定には不当な行為は報告するよう、その場合、所属部隊の全員を出入り禁止にすることもあり得ると書かれている。畑彦彦は兵士の暴力や 業者の搾取から慰安婦を保護しようとする配慮だと、している。国連人権委員会のクマラスワミ報告書も、こうした規則をもって、慰安婦を正しく扱うべく十分な注意が、払われていると認めている。ただしクマラスワミは、逆にこうした規則は、有罪を示す証拠だと結論付けている。軍が直接慰安所を経営すると、軍律違反で慰安所は閉鎖、関与した将兵や、 責任者は、軍法会議行きだった。日本国内では、慰安所の経営者や仲介業者が、当時の一般的な接客業婦の募集方法と、同じやり方で慰安婦を募り、戦地へ引率したその際、軍慰安所従業不当募集に関する件に、見られるように、就業詐欺に類する事案も発生し、軍や政府は、幾度か業者の選定について、注意勧告を行っている。 行き先例例部対案書と書かれた朝鮮の新聞の募集広告も残されている。太平洋戦争の生き残りの兵士として有名になった小野田博士郎は1940年前後に商事会社の観光支店に勤務していた時代に朝鮮半島では悪徳詐欺的な手段で女を集めた者がいるという話をしばしば聞いたという中国や東南アジアなど 日本軍の占領地では軍人が地元の有力者に協力を呼びかけて慰安婦を集めることもあった。もともと慰安所は住民に対する飛行を防止する目的もあって設置されたものだが占領軍という立場上住民に対し強制力が働いたケースもあったはずだという指摘もある。シンガポールなどでも新聞広告で募集した例がある。当時の公文書から 以下の設置理由が考えられている。合姦などの抑止、占領地で日本軍人による合姦や性的虐待男女関係が多発したため、日本軍の占領を経験したリークアンユーは、日本軍のシンガポール占領時にはレイプはほとんど発生せず、起きたレイプ事件の大半は郊外での出来事で、これは慰安所の存在で、その説明がつくと思うと回顧録に書いている。 小兵への慰安の提供、小兵の生理的欲求の処理が根本にある。日本軍には休暇制度がなく、また長期感染地での自由の制限により、不平が溜まりやすかったため、国旗的性病の防止、小兵の公衆衛生上の安全確保、民間の売春宿を利用して性病が蔓延することを恐れたため、1932年、 第一次上海事変が起きる。上海事変から南京攻略を終えた1937年末までに日本兵による強姦が頻発したため、その防止に向け慰安所が設置されたと言われる。この時期は民間の経営による民間客と兼用の慰安所、風俗売春店が多く、長崎の女性たちが騙され会議の旅費がないために、そのまま就業したという事件も起きている。 1937年10月6日、当時の中国には、紅いやりかえという地方農民の自衛団があり、特に強冠に対しては、各地の住民一斉に立ち死をもって報復せるおつね、しありと、各方面軍から通達が回っている。慰安所解説時の勝負の状況中国でイギリスとフランスが交渉制を行っていたので勝負が集まったが、1929年に、 中国の国民政府の国家主席である小介席が上海の交渉廃止を行ったため、1930年の統計では上海で首相が圧倒的多数となっている。上海の疎開では1930年の統計で中国人2万人余り、朝鮮人1000人余り、日本人700人余りでそのほとんどが首相である。日本では1920年に 海外への日本人勝負であるカラユキさんを廃止。朝鮮では1920年代に年間3万人の死傷が朝鮮で売り返され、1920年代半ばには外国に売られたの人が年間5000人、8割が騙されてだという。1930年頃の朝鮮内の交渉は日本人と朝鮮人それぞれ4、5000人程度とされる。1937年。 日本内地では、ゲ技を含めて21万人とされる。本格的設置の始まり1938年、慰安所の数が増え、管理体制が決められ、それまで個々の軍がやっていたことを、平坦の一部として設定される。この時の慰安婦の募集では、地方警察に無連絡であり、日本国内法の常識から大きく外れる点が多く、誘拐と疑わしいトラブルが、 警察との間に生じた。日本では交渉が廃止の方向に向かっていたことから、雪と言われる主に南方の海外商府を廃止させた政策も背景と見られている。1938年2月に内務省警報局から地方にあてた、なと交付所の取扱いに関する件と題する通達では、海外渡航の売春関係の女性が増えていること、 その中には、軍が了解していると言って回るものが頻発しつつ、ある年、取締りの基準として、成人以上で、親族、本人の同意を直接確認するなどし、社会問題が起きないよう広告を禁じている。これを受けた3月には、陸軍省から、家中派遣軍に対して、業者による募集が誘拐に類するものなどが少なく、ないなどの懸念を通知し、軍の維新保持、並びに、 社会問題上異論なきようにとの指示が出されている。1937年までは風俗関係の取締りが地方領事館によって一定でなかった。当時の上海などでは取締りの厳格さのために新規営業を認めない方針であったが、1938年以降、日本軍占領地域での犯罪の防止と治安維持のために民間業者による軍人専用の 特殊暗所の設置が始まり、多くの施設が作られた。1941年の太平洋戦争開始に、伴い安所は太平洋地域へも拡大したと考えられている。太平洋戦争期のすべての戦地での性病の、罹患率は、100万以上の陸軍兵士、軍属に対し年間約1.2万人で、終戦時の連合軍の調査では、南西太平洋地域では、 日本軍の罹患率は極めて低いとしている。慰安所は1942年9月3日の陸軍省人事局温床課長の報告、金原西氏によれば400箇所が設営された銃、カラフト銃。しかしこの報告書で言及された施設のすべてが慰安所であったかどうかは不明であり、新設計画を含めたものかどうかも不明である。畑久彦は、 陸軍の慰安婦関係は1942年の4月から人事局温床課が担当したが、1942年夏に要望があったがうまく派遣を実行できず、業者が物体と連絡して行ったという。資料の金原西9月3日には、商工以下の慰安施設として数字があるだけであると指摘している。90年代に入り、 韓国停信大問題対策協議会や日本弁護士連合会の戸塚悦郎が国連に日本軍制奴隷問題として問題提起してから国際的に注目され国連人権委員会に合間書として報告されていた時期もある。1998年国連人権委員会に取り上げられたマクデューガル報告書では日本軍の慰んしをレープセンターとしているが この報告書の事実認識を含め、アジア女性基金ではこれを批判している。2009年になると、欧米の研究者の間からも、慰安婦は当時の交渉と変わらず、慰安書を交換書などと呼ぶことに反対する意見が出てきた。研究者の間では、日本軍の慰安書を当時の有利と変わらないという見解と奴隷状態に置かれた。 慰安婦が強制的に売春させられていたという見解がある。韓国政府はウェブサイト上で日本軍の慰んしを女性が強引に閉じ込められ性的に搾取された場所と解説し、ここで慰安婦は日本の軍人たちに強制的に性的暴行を受けたとしている。太平洋戦争中の炭鉱や軍需産業の 周辺には朝鮮人労働者向けに企業が指定あるいは設置した遊郭があり、これらは産業慰安所、事業上慰安所などと呼ばれることがある。こうした慰安所では企業が料金を決定し、単行医や町医が性病検査を行っていた。企業の金券が利用されることもあった。強制連行された朝鮮人労働者のために強制手段により連行された。 朝鮮人女性が働いていたとする見解もあるが、炭鉱周辺にはもともと遊郭があり、戦時中は特殊飲食店などと名を変え、日本人女性や朝鮮人女性が働いていた。戦争末期の松代大本営の建設工事でも、工事に携わる朝鮮人労働者のために慰安所が設置された。警察が借り上げた建物で養所を経営していたのは朝鮮人の夫婦で、夫婦が 朝鮮人慰安婦を松城に連れてきた。利用者はもっぱら現場頭など、上層の朝鮮人で、日本人の軍人は利用しなかったという、ありがとうございます。